私の特技は四つ葉探しです。お、今からアシカになりたいと思います。私の特技はネイルをすることです。わあ、とっても手が綺麗。ちなみにこれはジェルネイル。オーダーお待ちしてます。インスタもフォローしてね。ん？特技は愛想笑いです。今日暑いね。めっちゃ暑いですよね。今日プレー良かったじゃん。え、本当ですか？ありがとうございます。てかこっち見たら顔映んでしょ。あ、そうですよね。私の特技は習字です。部屋で倒立前転します。ポーズ取ります。はいはいはい。一発芸します。さらりとした右折。これっぽっちも面白くありません。どんなに面白いことをされても笑いません。富士山。本当は心の中で笑ってます。風の中踏ん張る。月。はい、OK、ロールだよ。あはよ、みんな。ピカチュウは100万ボルトって喋りません。カイデのワルツ弾きます。日焼け止めじゃなくて間違えてサンオイル塗っちゃったのかな。自分の大好きなリックへの愛を語ります。一つ目はライブでめっちゃイケイケなのに普段の時のギャップがすごいところ。左手だけずっと動いてる。スケボーです。もっと大技やってほしかったな。リフティングやります。お、上手。うまいうまいうまい。自分もこんな技やってみたいな。この人ボトル踏んづけて捻挫したんだって。そのマスターボールかっこいいな。連続ヒップスプリングします。あ、しんどいしんどいしんどい。あ、しんどいな。疲れた。栄光の駆け足引きます。趣味は？趣味は枕をこうやって触ることです。この時間が一番幸せです。やばい人じゃん絶対。
ツルを降りたいと思います。ピアノ弾けます。片手で拍手します。自分の特技はものづくりです。これはハートを型に文字して、これは刺繍やってみました。これもできます。今から東洋の応援をします。東洋サンバ。特技はどんなアフターを受けても何事もなく立ち上がることです。私の特技はベロが鼻につくことです。ボトルの水で描きます。特技は懸垂です。私の特技が掃除の時にトイレットペーパーをいっぱい運べることです。モノマネします。テセウスの船に出てくるエイクラナナ。お父さん。ホットケーキで絵描きます。ドルのスパイク当てます。誰の匂いか当てます。ミクさん、みのりさん、ヒヨ、マイ、ナオさん。僕は靴を集めるのが趣味です。特にこの2つがお気に入りです。今作ってたのはこちらです。7月25日関東リーグ早稲田戦16時キックオフ。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。Twitter と Instagram のフォローよろしくお願いします。